栗山英樹、理想のチームは大谷翔平が9人。WBC で世界一になりました。栗山さんが監督として掲げた目標を叶えてくれた今回の日本代表。いいチームだなと感じたのはどの瞬間だったんでしょう。それはないですね。え、ないんですか。監督ってよくこういうチームで戦いたいとか理想のチームを作りたいと言いますけど、僕はそういうものはないと思っています。監督というのは理想のチームで戦うんじゃなくて、目の前にあるチームでいかに勝ちやすい形を作るかということが仕事ですから、理想というなら大谷翔平が9人いればいいんだ。笑い。大谷って保守できんの？同じ駒9人ほどぶっ潰しやすいチームもないぞ。大谷はキャッチャーとか野手までできるん？ショート大谷は見てみたい。栗山が大谷で満たされる日々。メヒア兄貴の招待はガッフェだった。ただハーレム作りたいだけやん。他のやつ遠回しにいらんやつ扱いされとるやん。70人大谷だぞ。大谷、アボン吉田、一休その他、込み。ご視聴ありがとうございました。